鉛筆で印がつけてある。道に迷わないようによ。南東20キロ、ボスの娘トリシはその辺りにいる。ああ、思い出したんだ。あんたをエアロスミスで追跡してる時、さっきは雲を撃とうとしたんじゃねえんだけど、ちっぽけな弾だったんで、ちょっと。でもまあ、雲に噛まれても平気な大きさってのは見晴らしがいいぜ。何？手首を切った血で体の炎を消したのか。炎から出る大量の二酸化炭素で俺を探知して追跡できねえ。俺の勝ちだ。道路そこら中火つけりゃよ。小せえてめえは焼け死ぬってわけだぜ。炎のおかげでお前にこの距離まで近づけた。ブチャレティ、すぐにこの隠れ家を出るべきだぜ。僕があれだけ注意したのに。大した頭のキレだな。参謀にでもなったつもりか。ポンペイの遺跡に行け。そこの犬の床屋のところにキーが隠してある。エリコなら追っ手に捕まらずどこへでも行けるもの。ここからポンペイまでは15キロ足らず。ポンペイ、ローマ人の保養地として栄えていた平和な都市。おいフーゴ、急いでんだから切れんなよ。分かってますよ。こいつはいつかしでかすぜ。何か致命的なことをな。目的の場所はこの先100メートルぐらいだ。後ろの石柱の影から僕らを覗いている。石柱、どの柱にいるんです？いたんだ。あの柱のところから男が出てきたんだ。鏡から離れろ。何かわからないが、一緒に来たのは警官崩れのレオーネ・アバッキオと。まさかここは貴様の能力は。フーゴ、どうだフーゴ。ジョルノ、てめえは何か見えなかったのか。問題はだ、ボスの娘をどこに隠したのか。この先曲がるとすぐ有名な犬の床屋のある場所だが。そうか、パープルヘイズというのか、お前のスタンドの名は。ジョルノ、そいつには構うな。そいつは敵じゃない、フーゴのスタンドだ。お前と一緒に他に戦える者をここに入れたら。これが俺のマインザミラー。パンナコッタ・フーゴはネアポリス郊外に広大な土地を持つ裕福な家の生まれである。フーゴは時折自分でもよくわからない怒りの感情に襲われたが。来週出す課題です。ちょうどいい判例が見つからなくて。次の試験の内容を教えてあげてもいいんだがね。両親は金を使ってフーゴを無罪にしたが。1982年デッシーカ対アルジェント裁判をご存知ですと。まあ僕の身の上話はこんなもんです。同情とかはやめてくださいよ。誰とも関わらず一人で生きていくと。ほう、なぜだ。話したでしょ。かくしてフーゴはポルポの試験を受け、パープルヘイズを得たのである。フーゴはこいつを滅多に出さないんだ。かなり追い詰められてなきゃ出さない。何を言ってるのか分かりません。あの鏡に何かある。フーゴがどこにいるのか。だがどうってことないな。パープルヘイズが拳を使うとき、何者もそばにいてはならない。ウイルスは空中に撒き散らかされ、呼吸か皮膚接触で体内に侵入する。射程距離はどのくらいですか。5メートル。だからあのカラスの死体もそろそろ日光で殺菌される。どうも。言うなればスタンドの癖ってやつかな。完全にコントロールできてねえ。じゃなきゃあんな行動はさせねえ。またわけのわからねえところを攻撃しやがったぜ。いや、わけのわからないところだろうか。アバッキオ、ジョルノ、僕のメッセージを受け取ってくれ。言葉に気ぃつけろよ貴様。フーゴは危機に陥っていますが、敗北したわけではありません。この状況では先輩である俺の命令が絶対だ。それを拒否するってんだな。最後の一人に答えてもらえばそれでいい。とどめだ、くらえ。足音だ。鏡の外で誰かが走っていく。アバッキオ、ジョルノ。
鏡？今までここにあったか。